サクラダファミリア。家出ないからもう一回。サクラダファミリア。外でサクラダファミリアの門の前でクソ暑い中待たされたのなんて言うでしょう。どういうこと？サクラダ門外の辺。ピンポーン。答えてしまった。乗ってしまった。あ、ちょっと。可愛らしいね。ケルン大聖堂はなんかオスって感じ。うん、あ、こっちメスだね。こっちメス。こっち女だね。可愛い感じする。可愛いね。すごいよ、でもかなりなんか。すごい。観光客なんか集めるように作ったみたいな。観光客受け意識したね、これ。おー。ありがとうございます。この動画を見てサグラダファミリアに行ってみたいと思った方はぜひいいねしてもらえると嬉しいです。またこのチャンネルでは毎週海外旅行に関する動画をアップロードしています。旅行気分を味わえるのでぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画で。